おはようございます。私からは冒頭ございません。幹事社の西日本新聞です。それでは幹事社から一問お伺いいたします。大学入学共通テストの国語と数学の記述式問題について受験生や教育関係者などからの反対の声が高まっています。採点の公平性を担保する難しさなどが国会審議でも取り上げられている状況ですが、改めて記述式問題の導入について見直すお考えはございますでしょうか。はい、各社の世論調査や全国高等学校協会のアンケート等において大学入学共通テストの記述式問題の導入については否定的な意見が多くなっている状況は承知しています。記述式問題の導入については回答を選択肢の中から選ぶのではなく、文や文章を書いたり数式などを書いたりすることを通じて思考のプロセスがより自覚的なものとなることにより、またより論理的な思考力、表現力を発揮することが期待されます。また高等学校に対し主体的、対話的で深い学びに向けた授業の改善を促していく大きなメッセージにもなると考えています。一方、記述式問題の導入についてはさまざまな課題が指摘されていることも承知しており、課題解消に向けどのような改善が可能であるか大学入試センターや採点業者とも連携しつつ、さまざまな方策について検討し一つ一つ解決の努力をするとともに、記述式問題導入の意義を一層丁寧に説明してまいりたいと思います。幹事社からは以上になります。質問のある方は社名とお名前を述べていただいた上でお願いいたします。読売新聞の申します。お題変わりまして、夏の甲子園に関して伺います。先日の委員会で大臣も発言されたところなんですけれども、その高校野球をめぐって親への有識者会議がですね、流通制限をめぐる求める方針を検出されていまして、本日の委員会でもそれが議論されているということなんですけれども、そういった給水制限、もしくはその過密な日程を含めてですね、その夏の採点のあり方っていうものに、議論のきっかけとなるのかなと思うんですけれども、大臣としてのお考えを改めて伺いたいのと、野球だけに限らず、そのオリンピックもですね、その夏季開催ということを巡って、ぜひですね、やり方が議論されているところでもあるんですが、それはちょっと幅広い視点からもご意見を。先日11月27日の衆議院の文科委員会において、私の発言はですね、議事録見てもらえば分かるんですけど、なんか、想像してた通り、見出しはですね、夏の甲子園無理っていうのだけが出てましたけれど、こういうことを言うと、明日のスポーツ新聞はそういうふうになるかなっていうことも、想定を申し上げた上でお話ししましたけど、私申し上げたのは突然の指名だったんで、答えは用意してないってことをまず申し上げました。でその上で、スポーツ庁と、足立議員とのやり取りを含めた感想をお答えして答弁に変えさせていただきたいっていうことを申し上げた上で、一つの尺度として IOC のアスリートファーストの観点からすれば夏の甲子園大会って無理があるという、こういう感想を申し上げたまででございまして、まずその夏の甲子園の大会をやめろとか中止すべきだなんていうことを申し上げたつもりは全くありませんので、まずそのことは確認しておきたいと思います。一方ですね、給水制限などの、選手に対しての配慮っていうのは評価をしたいというふうに思います。他方ですね、この猛暑日が続く近年の夏の炎天下は、これ率直に申し上げて高校生にとって過酷な環境です。真夏の甲子園のグラウンドの上って40度近くになるわけで、なかなか映像になりませんけど、各チームの選手は攻守の交代の時にベンチ裏に行って首にアイシングを置いてですね、そしてまた守備に出る、攻撃に出るということの繰り返しをしております。そんなことを考えますと、健康管理のための対策というのをやっぱり主催団体である高野連はもう少しこの際考える必要があるんじゃないかなと思ってます。例えば試合時間の開始を早くするとか、あるいは照明もついているわけですから、ナイターなどを有効に使ってですね、日中の温度の高いときには試合を見送るとかですね、あるいは試合の間隔があまりにも近すぎて、準々決勝、準決勝、ここで休みを1回取るようになりましたけれども、あれだけの環境の中でスポーツをやるんだとすれば、もう少しそのスケジューリングについても、この機会ですから、考えていただいたらありがたいなと思ってます。私、高校野球大好きですけれど、やっぱり選手が最高のパフォーマンスを発揮をしてほしいと思いますし、昨今ですね、足がつる選手が非常に多いですよね、試合中。
こういったこともやっぱりこの気候環境とも関係があるんじゃないかと思うんで、私の発言がきっかけになるんだとすれば、高野連でよく大会運営のあり方も検討していただいたらありがたいなと思ってます。そういう関連式なんですけれども、すみません、教育新聞の記事と申します。さっきの質問に関連してですね、野球に限らず、この時期、高校のインターハイも開かれていて、それ以外の競技というところでも、高校と同じように暑い中でプレーしているわけです。そういったようなところの大会に関する、見直しといいますか、そういったところまで、その先ほどのご発言というのを視野に含めているのかということで、甲子園のことだけじゃなくて、高校生、あるいはもっと中学生も含めてですけど、近年の夏の猛暑日って非常に多いですから、スポーツをする際には、熱中症の防止など、健康管理のための対策に万全を期すことが重要だと思ってます。夏季のスポーツ活動自体を否定するものではありませんけれども、各主催団体、主催機関などが、やっぱりその安全管理っていうのをきちんとよく考えて、運営をしてもらいたいなと思ってます。はい、テレビ東京の広本です。大臣に2点伺います。まず1点目、全国の小中学校の児童生徒にパソコン、タブレットを1人1台無償配備する方針についてです。パソコン1人1台配備する必要性を改めてお伺いしたいです。また高速で大容量の通信環境を整備するというと莫大な予算がかかると思いますが、それでもこうした政策をやる意義や必要性について教えてください。総理から経済対策の一環として、令和元年度の補正予算の編成指示があったことを受けまして、現在、文部科学省でも、ソサエティ 5.0 時代の学びの実現に必要な学校 ICT 環境の整備について、補正予算に計上できるように準備と調整を進めているところです。私は文科大臣の就任の記者会見でも申し上げましたけど、令和の時代のスタンダードの学校の環境の一つとして、ICT の必要性についてはですね、あらゆる場面でも強く主張してまいりました。今回の機会においても学校 ICT 環境の整備に必要な予算が確定できるように全力を尽くしたいと思いますが、その必要性をと聞かれればですね、このソサエティ 5.0 時代を迎えて、率直に申し上げて、子どもたちが大人になったときにこういった通信機器との接触をしないで日々の暮らしを前に進めることができる職業というのはどんどん変わってくるんだと思います。それを考えたら、やっぱり幼少期からプログラミングですとか、もっと言えばメディアに対してのリテラシーですとか、こういったものも、幼少期から身につけておくことっていうのは、今後の日本の将来像を考えたときに極めて大事だというふうに思います。また今、学校の働き方改革の議論も国会でさせていただいておりますけれども、もちろん黒板やノートに書くということの重要性も決して否定しませんけれども、この ICT の活用することによって先生方の働き方というのも大きく変わると思います。少子化の中で、いろんな遠隔の学校の皆さんのいい授業をお互いに、公開し合うなんてことも一つのツールとしても可能だと思いますので、残念なんですけど、今、数年単位で整備してきましたけれども、5.5 人で1台のパソコンを覗き込んでいるのは、今の日本の子どもたちの現状なんですが、OECD の各国と比較しても、これはもう本当に後塵を拝しています。将来の世界の皆さんと合していくためにも、こういう能力を身につけていくためにもですね、画面がフリーズするような環境で、5.5 人で1台を覗き込んで、やっとやっとの授業をやっているようなことではならないと思いますので、この機会にやっぱり決して高望みじゃなくて、今予算のことをおっしゃいましたけど、将来のことを考えたら、ここはしっかり子どもたちに投資をしてですね、その平成の時代はパソコンやタブレットって学校にあったらいいなって教材でしたけど、令和の時代は椅子があって机があるのと同じように、パソコンが1人1台ある、タブレットが1人1台手元に届く、こういう環境をしっかり作ってですね、もちろん中身の充実も図っていきたいなと思ってます。ありがとうございます。すいません、2点目です。2点目は桜を見る会についてです。当時の政治家が来ていたとされていますが、大臣ご自身は桜を見る会で反社会勢力に遭われましたでしょうか。また大臣が招待された、また推薦された人に反社会的勢力が紛れ込んでいた可能性はありますでしょうか。現場で反社会勢力の人とお会いをしたという記憶はないですし、またその方が反社会勢力かどうかという判断はその場ではよく分かりませんでしたけれども、意識してあったことはございません。もちろん私がですね、そういう方を
推薦をするようなこともございません。はい、どうぞ。朝日新聞の宮崎です。話は大学入試に戻るんですけれども、以前からおっしゃっている、英語4技能のですね、評価方法を、1年かけて考える検討会議、それから、それまでにとおっしゃった議事録の公開、その辺の、人選とかですね、日程が国会後なのかどうなのかといった、そういった進捗状況とお聞きしたいのと、あとその今日は国代表が言っていた国立大学が民間試験の活用方法を示すという期限の日になっていますけれども、こういったものも注視したりですね、あるいは国代表の代表者もその検討会議に入れるなりして、1年間今後話し合っていくことになるのかと、そのあたりをお聞きしたいんですけれども、常々お答えしてます通り、必要なプロセスの過程が検証できる資料については、公開を前提に、会議に出席をしていただいた皆さんの了解の作業を今、進めてます。すでに文書で連絡をした後に接触をいただいて、一人一人丁寧にご説明をし、了解をいただく準備をしてますので、これは整い次第ですね、別に時間を何か計って、国会が終わるとか終わらないとか、そんなことを考えて仕事しているわけじゃありませんので、一日も早く整理がつけば公開したいと思ってます。で、それに合わせて、年内には、この私のもとに検討会を設置をして、議論をスタートしたいと思いますので、遅くともそれまでにはですね、手続きといいますか、作業を終わらせたいなと思ってます。で、その上で、国代表に限らずですね、1年間という時間をいただきました、決して長くもなく短くもないと思いますので、この間でさまざまなこの問題に関わる人たちについてはですね、できるだけ多くの皆さんからヒアリングをしたり、あるいは継続的に会議に出ていただく方を選んでいきたいと思います。現在はメンバーなどを最終的に決めている段階ではございませんので、局と相談をしながらですね、しかるべき皆さんのメンバーリスティングを今しているという、そういう状況です。はい、民間工業事業者と同じ話題宇宙の関係なんですけれども、19年末に野口さんが出したの野口宇宙飛行士が取り出す予定だったんですか、これ米国の宇宙飛行士が入国したということで、現状でですね、日本人宇宙飛行士 の国際宇宙ステーションでの滞在のスケジュールというのはどういうふうになっているんでしょうか。よろしくお願いします。野口さん星で両飛行士の具体的な搭乗する宇宙船や時期は今決まっておりません。宇宙飛行士の国際宇宙ステーション滞在は ISS 全体の運用や宇宙飛行士の交代計画を考慮した上で、国際調整にて決定されるものであり、今後両飛行士は ISS に搭乗するための訓練を継続することとなります。両飛行士が搭乗する宇宙船や時期が明確になり次第、文部科学省や JAXA よりお知らせをしたいと思います。残り1問お願いいたします。どうぞ。宮田こその伊藤と申します。先ほど同じような質問出たかと思うんですけれども、国立大学を個別に英語の入試対応を発表するかと思いますが、改めて大臣の質問を国立大教は11月29日、これ向こう側に日程を決めていただいて、受験生の皆さんにできるだけ早くですね、この英語の試験の活用をどういうふうにするかということを明確にしていただく予定でございます。英語入試、英語成績提供システムの導入延期に伴って、国立大学における英語民間試験の活用方針の修正を受験生の立場に立って可能な限り早期かつ同一日に公表されるということで、今日の日付を設定をしていただきました。国立大学協会によれば、本日正午ごろに同協会のホームページにリンクを掲載し、各大学の公表内容を確認できるようにする予定とのことです。今後、文部科学省としましても、各大学の変更の状況を把握し、丁寧に情報提供をしてまいりたいと思います。よろしいですか。はい、ありがとうございます。